デイビッド・マーティンによる肖像画第12代ディローン死者クチャールズ・ディロン・リー、アイルランド王国出身の貴族、政治家。第11代ディローン死者クヘンリー・ディロンとシャーロット・リーの息子として1745年11月6日にロンドンで生まれた。1767年5月28日に王立教会フェローに選出され、同年12月4日に国教会に改修した。 1770年2月に行われた、ウェストベリー選挙区の補欠選挙で、グレートブリテン庶民委員議員に当選。議会では、ブラスクロスビーの庶民委員議事録出版問題と、王室結婚法案をめぐり与党側で投票。グレンビル法の高級法化をめぐり野党側で投票した。1774年イギリス総選挙に出馬せず、議員を退任した。 同1774年11月22日、アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1776年11月に、母がリッチフィールド伯爵家の相続人になると、ディロンは母の旧姓であるリーを自身の姓に加え、後年に死者位を継承して議会招集令状を受けた時も、チャールズディロンリー閣下として令状を受け取った。 1787年に名誉県長官を務め、同年9月15日に父が死去すると理論施策位を継承した。翌年から1813年まで名誉県総督を務めた。1798年3月19日、聖パトリック勲章を授与された。アイルランド王国とクレートブリテン王国の合同をめぐり、それを支持したとされる。 1813年11月9日にロスコモン県、ロックグリーンで死去、息子ヘンリー・オーガスタスが借位を継承した。1776年8月19日、ブルッセルでヘンリエッタ・マリア・フィップスと結婚、一難一女を設けた。1787年、オーストリア領ネーデルラントでマリー・ロジェと再婚、一難二女を設けた。ありがとうございます。